肝生検を受ける肝臓の生体検査を受けること、何怖くて眠れません。肝臓の数値も悪くないのに腫瘍が見つかり、MRI、CT、エコーと受けた上での生検なり怖いです。ひろきさん、人間ドックで何か見つかり、検査を受けたことがありますか？はい、あります。僕、検査を受けるときは、むしろワクワクで早く受けたいって感じですね。要はその、数値が悪かったとしても腫瘍が見つかったっていうことは、早く見つかれば、その分早く対処できるわけじゃないですか。で、仮に癌だったとしても、早く対処した方が生き残る確率が高くなるので、いやー、見つかってよかったわっていうので、僕は大腸の、腸内の出血があって、その、精密検査をしなきゃいけないっていうので、胃カメラと、腸の、カメラ両方やったんですけど、なので割とワクワクで、で、その、なんかカメラを入れてる最中のその、麻酔をされながらいろいろ説明を聞くっていうのがすげえ面白くて、その、自分の胃の中見る機会ってないじゃないですか。で、胃カメラ入れると自分の胃の中見れるんで、お、マジ胃こんなんなんだ、みたいな。で、胃の最中に寝て、で、その後大腸で起きたのかな？でね、今思うと、その大腸の時に起きたのかどうかはあんま記憶にないんだけど、でもなんかね、自分の大腸を見たような気もするので、多分途中で起きたっぽいんですけど、で、その自分の大腸がこんなだよ、みたいなのも、まあ終わった後にその写真とかを見せられるので、なので、あ、僕の大腸こんな感じなんだ。で、なんかね、何個か、治った跡があるんですよね。もともとその、良性の腫瘍があって、で、それがこれが治ってるんですよって言われて、ああ、そうなんだ。で、まあ、昔は出血があったけど、今ないみたいですね、みたいな。っていうのがあって、その、見れないものが見れたっていうのと、あと僕、全身麻酔するの初めてだったんですよ。その、要はガス的なものを吸わされて、寝てしまうっていうので、根性を入れて頑張れば耐えられるんじゃねえのみたいなのを結構思ってたんですけど、いや、全然耐えられないですね。寝ますね、やっぱりね。はい。っていうのがあるので、割とその面白体験と、その普通見れない自分の内臓が見れるっていう、観光旅行的な部分があったので、楽しかったので、もし、そういうのが見れるんだったら皆さんも見てみるといいんじゃないでしょうか。はい。